めまして、椿梨央です。よろしくお願いします。出口愛子です。よろしくお願いします。めちゃくちゃ緊張してます。結構そのやっぱり日本代表の選手でもあるので、こんな尊敬する選手とお会いできるのが本当に嬉しく思います。こちらこそありがとうございます。握手してもらっていいですか。はい。ありがとうございます。すごい。説明たいですね。でもめちゃくちゃ緊張してるんですよ、本当に。出口選手はなんか影響とか、どうして野球を始めたんですか。はい。まあ、私もお兄ちゃん、お姉ちゃんがいて、でもお姉ちゃんは野球やってないんですけど、お兄ちゃんの兄の影響で、あと父も野球やってたので、最初はもうそれについてって。そしたらやりたくなったっていう兄弟の影響ですね。やっぱ同じですよね、はい、結構やっぱ女子選手ってお兄ちゃんとかの影響って多い、多いみたいですね。ですよね。小学校、中学校、高校、今まで野球やってきて、やっぱりキャプテンとか副キャプテン、何かしらにもう役割がこう与えられてきたので、なんていうんですかね、自分がキャプテンになった時はやっぱり自分のプレースタイルだったり、そういうのは崩さないようにしてて、こう自分 の、 その監督指導者が見て自分 の、 多分そのいいところがあるからキャプテンとかに、はい、してくれてるんで、そこは別に意識せずに自分の思い通りにやって、はい、コトロはこうやっぱりリズムよく入るとか、はい、後ろに反らさなければアウトにもできるっていうのもあると思うので、うん、そうですよね。そこは心がけてますね。簡単に後ろに反らさない、軽いプレーをしない。結構体で止める派なんですか、うん、もうやばいと思ったら、いや、わかります。私も結構やばいと思ったらとりあえずなんかもう止めて前に落としてポッていう感じが、ね、あとなんか昇盤とかこうさばきがめちゃくちゃ本当に申し訳ないですけどめちゃくちゃうまかったんですよ。いやー、うまいです。なんかもう自信がある人のプレーの仕方をしてるなって思ったんですよね。はいはい、代表だなっていう風に思ってて、やっぱ自信はあるんですよ。さばきとかこの球際とか、はい、ありますね。やっぱそうですよね。そんな感じしますもん。なんかもう上手い人のプレー、はい、やっぱでも自信がないと絶対それがプレーに出るんで、やっぱりまあ試合の時とかは本当に絶対大丈夫って変な自信を持ったりもしなきゃいけないし、でもちょっと心の中はちょっとやばいって思いながらそれはもう外に出すとやっぱり周りの周りも、はい、そう影響になっちゃうので、そこは見せないようにしながら、さすがです、まあ、諦めないことですかね、うん、それは一番心、はい、そうですよね、一番心が僕も低くてすごいゴロ呼吸がもうなってるのなってるのなってるのだからめっちゃ持ってくれるじゃん。いやいや本当にいいけど、やっぱ私も同じショートなんですけど、はい、元々がだからやっぱ参考にしてるというか、やっぱ見るところがやっぱそういうところに刺さるというか、すごい素敵なでした。すごい教わってたんで。そうですね、そうですね、長打っていうよりもこう間を抜いたりとか強い打球を打ちたいなって思ってて、でそれをずっと意識してきて、 で、まあ、でも今年になって最近はやっぱ長打をちょっと狙わないといけないんじゃないかなって思い始めて、それはバッティングの、はい、変えてるんですけど、なんでやっぱり女子でも今やっぱり昔と違ってホームランも打てるようになってる試合だし、やっぱり打てなきゃもっと上に行けないっていうのが、はい、あるので、やっぱりそこはちょっと目指さなきゃ。なんだろう、フォーム的に意識してることとかはあります？フォームですか、足上げますよね。足上げますね。昔は本当に足すり足だったんですけど、もう足上げてそのパワーでっていう、あ、なるほど、はい、それを始めて調子良くなって、はい、今そこに一応そこで、はい、足上げてっていうスタイルではバッティングは嫌いなわけじゃないんですけど、うん、打てるときは楽しい。まあそうですよね、まあ、波があるんですけどね、はい、海外の選手はやっぱり体が大きいので、そこに関してはパワーとかは正直負けてると思うんですけど、やっぱり、まあ、女子でもそうです、やっぱ男子でもそうじゃないですか、確かに。だけどこう細かいプレー、守備面だったらそのもちろん諦めないとか、あと雑なプレーがやっぱ日本は少ないかなって感じますね。堅実、はい、なプレーをするんです。もちろんそこを取るかっていうのも結構あるんですよ。やっぱ女子も男子と一緒で、海外の選手はそこから投げるかっていうプレーとかも結構あるんですけど、その分日本の方が堅実さがあるんじゃないかなって。ゲッツーだったらゲッツーを確実に取るっていうのも、はい、そういうところがから守備が崩れてって、海外の選手はどっちかというとそこから崩れるタイプ、はい、っていうのがあるんですけど、日本はもう小技がやっぱりできるので、バントとか、はい、
盗塁とか、そうですね、なんか次に類を進もうと思ってるのが結構日本は多いかなと思う、うんね、そこでやっぱり勝ってる、うん、やっぱり丁寧なところをしっかりやるところをやるっていう、そうですね、はい、一つ一つ丁寧にっていう感じですよ、はい、そこがやっぱりプレーに出てて、それが継続、はい、すれば勝ちにつながるので、でもそれが多分こう、まあ、例えばメンバーとかに入って9人がそれでもダメだと思うんですよ、うん、はいはい、全員がその意識でやれてるからやっぱり何連覇ってできてると思うので、確かにそうですね、野球の人口が増えてって、うん、あとはこうやれる環境がもっと増えていくのがベストだと思いますし、うん、今はやっぱり男子のプロ野球っていうのがすごい、もう誰が聞いても分かることじゃないですか、うん、はい、でもやっぱり今女子のプロ野球ってなってもあるのとか、はい、だったりワールドカップ6連覇してますって言っても、 そういう大会があるんだっていうのが結構あるの で、ね、もう本当に知ってもらって、うん、一番こうメジャーなスポーツというか、うん、分かってもらえたら、もっとやる子も増えるし、ね、はい、スポーツをなんていうんですかね、こう楽しむ、うん、はい、まあ、野球だけじゃなくてもスポーツいろいろ楽しむこともできるんじゃないかな、うん、途中でやっぱやめちゃう子も多いです、中学校が結構分岐点かなですよね、はい、やっぱ周りに女子のチームがあれば、うん、そこに行くことも可能なんですけど、なければやっぱり違う部活に行ったりとかっていう女の子も多いので、そこもったいないですね、だって才能だったりとかあるので、まあ、そこの夢というかいろんな部分を潰してしまうっていう今の現状はやっぱり厳しいかなと、はい、でもそれがまあプロだったり、うん、もちろん全日本でいいんですけど、うん、まあ、ソフトボールにするとこう企業チームがいっぱい、そうですね、でそこの目標も多分あると思うので、うん、やっぱり野球もそうやって今企業チームいろいろ増えてるんですけど、はい、そういうところもこう増えていけば、うん、もっと環境、そうですね、環境が社会人になってもできるとか、うん、そういうところが増えればもっともっといいんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり出口選手みたいになりたいって言って頑張ります思う人も絶対いると思うので、はい、ぜひこれからも一緒に私も盛り上げていきたいので、はい、頑張っていけたらなって思います、はい、ではこれからもよろしくお願いします、はい、お願いします、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございます、出口彩香選手でした、はい、ありがとうございます。